私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんドーン。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は愛知県瀬戸。ルーレットは絶対。やってきました、尾張瀬戸駅。尾張名古屋は城で持つ。あ、よいしょ。伊勢はなつでもつ、つは伊勢でもつ。なになに？伊勢はなつでもつ、つは伊勢でもつ。はい、どうぞ。尾張名古屋は城で持つ。よいしょ、合ってたみたい。すんません、急に伊勢音頭が聞こえたものでテンションが爆上がりしてしまいました。伊勢音頭。お姉さん、あ、さとみです。流星です。さとみさん、今伊勢音頭を歌ってらっしゃったじゃないですか。尾張名古屋は城で持つ言うて。あ、さっきの伊勢音頭って言うんだ。知らなかったんですか。はい、ごめんなさい。伊勢はつで持つ、つは伊勢で持つ、尾張名古屋は城で持つってのは日本の伝統的な民謡、伊勢音頭の歌い出しなんです。そうだったんですね。すみません、私観光で瀬戸市に初上陸なもんで、ノリとリズムで歌っていただけでした。知らずして歌われる伊勢音頭もまた奥ゆかしい。あ、泣かせちゃった。さとみさん、伊勢音頭は荷物にならない伊勢土産と言われてて、江戸時代にバズったお伊勢参りを通じて日本中に様々な歌詞の歌や踊りが普及していったんです。へえ。じゃあこれから伊勢音頭で歌われる有名な歌詞の意味について簡単に説明させていただきます。伊勢の豊久の銭影松は今は枯れても名は残る。これはお伊勢参りに関連する銭影松伝説にまつわるお話なんですけどね。えいや、伊勢の観光客への伊勢市観光課の熱量。え、流星さん、あ、説明はめっちゃ嬉しいんですけど、その熱量は伊勢に観光に来た人に使ってあげてください。私瀬戸に観光に来たので。これはえらいすんまへん。わあわあわあ、あ、こっちこそ親切に説明いただいたのにえらいすんまへん。僕伊勢のもんなんでテンションが上がってしまいました。ちなみに今日は僕も瀬戸に観光に来たんです。案内してくれる友達が来ますんで一緒にいかがですか。どうしようかな、テンションの爆上がりについていけるかな。あ、すみません、今日は一人で。来た来た、お待たせ。イケメン。友達のケンイチです。本日お供させていただきます、さとみです。さっき友達になったんや。瀬戸に観光に来てあるから誘わせてもろた。そういうことになります。よろしく。そうだ、お腹すきませんか。軽くすきました。じゃあもうお昼ですし、ランチに行きましょう。いらっしゃいませ。友達の流星とさとみさん、観光で来ました。瀬戸にようこそ。じゃあ焼きそばをお願いします。はいはい。お待たせしました、瀬戸市のソウルフード瀬戸焼きそばになります。ソウルフード瀬戸焼きそば、美味しいですよ。最近ではこういうの B 級グルメって言うんですかね。 B 級じゃないです、 A 級です。ごめんごめん。さとみさん、
ご当地焼きそばといえば静岡の富士宮焼きそばや秋田の横手焼きそば、それに群馬の上州太田焼きそばが有名ですけど、我らが瀬戸焼きそばは地元に愛されるご当地焼きそばという意味では負けてないと自称させていただいております。瀬戸市に根付いた郷土料理です。どうぞ食べてみてください。いただきます。いただきます。美味しいです。ありがとうございます。むむむ、店員さん。はい、はるかです。はるかさん、なんでしょうか。僕は三重県民といえども関西人の端くれやっちゅう自信があります。はい。関西人は焼きそば言うたらソースが命です。はい。やのにこれはもしかして。はい。蒸し麺に豚肉の煮汁を出汁にした醤油風味の味付けになります。何やって、ソースを使ってないやって。はい。うまい、うますぎるがな。ありがとうございます。ソースを使わずして叩き出す焼きそばの神髄、これぞまさに瀬戸のソウルフードや。この人すぐ泣くな。おかわり、おかわりやで。私もごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう何にも食われへんで。でも本望やで。あざっす。瀬戸焼きそばを気に入ってくださって嬉しいです。瀬戸焼きそばはどこのお店に入ってもそこの店長さんならではのお店ごとの味わいがあります。食べ歩きもおすすめです。誰に言ってるの。視聴者さん。瀬戸の名物グルメには他にもうなぎ、ごも飯、瀬戸豚などがあります。お見知りおきを。お見知りおきを。ありがとうございました。いやお腹いっぱい。師匠、師匠。れいかちゃん。師匠、こんなところにいらっしゃいましたか。どうした。大変です。今日は学習会の日でした。スケジュール帳に書き忘れておりました。申し訳ありません。え、そうなの。何時から。もうすぐ始まります。え、もうすぐ。師匠。弟子のレイカです。はじめまして、弟子のレイカです。弟子。師匠、時間がありません。そうだった、すぐに向かおう。そしてここで大問題です。さらにどうした。説明してくれる司会者さんのブッキングを忘れておりました。なんだって。どうしたんですか。師匠は陶芸家なんです。そうだったんですか。それで瀬戸焼きをもっと世間に広げるために年に数回学習会なるものを開いているのですが。先生の仕事ぶりを説明してくださるいつもの司会の方を私が今日ブッキングし忘れて。いつもの司会の方はこの説明書をすべて暗記していて、師匠の動きに合わせて完璧なタイミングで司会をしてくださるんです。うわぁ、えげつない量やで。この量を暗記するなんてその方はすごい司会者さんなんやな。この仕事は師匠の動きや熱量に合わせて説明しなければならないから、文章は暗記していることが条件です。えげつない条件やで。どうしよう、代わりの人なんて絶対いないし。健一さん、今日の司会は私に任せていただけませんか。え、里美さんが。これは説明書じゃない、魂のこもった脚本だと思うんだ。私ならできる。大丈夫か。もうすぐ始まるで。始まります。まずは原型の制作です。職人が図面を立面図にし原型を作った時に瀬戸焼きは産声を上げます。瀬戸焼きは焼く時に収縮してしまうため、職人はそれを考慮し少し大きめに作っていきます。すごい、完璧のスタートを切ったで。すごい、すごいです、里美さん。ここからが煮込みの工程です。石膏型を作ったら液体化した糖度をそれに流し込みます。煮込みには製作したいものの形や作業を行う時期、天候などによって糖度を流すスピードや時間を判断する必要があり、たくさんの技術と経験が求められます。乾燥させ素焼きを済ませ、とうとう本焼きの時間です。
一般的な焼き物は下絵付けをしてから本焼きの工程へと進みますが、こちらでは本焼きの後に絵付けをします。すごい、時間なんて気にならへんで。それくらい二人の息はぴったりや。もうそろそろ最後の仕上げです。皆様ご覧ください。焼き上がった陶器に色付けや絵付けが終わり、素敵な瀬戸焼が誕生しました。ふう、お疲れ様でした。ありがとうございました。里美さん、暗記力もチートすぎて去ることながら、お二人の息がぴったりすぎて。そこや、ほんまにええもん見せてもらったで。涙が止まりません。息ぴったりだったなんて、なんだか照れますね、健一さん。本当に素敵な説明でした。里美さんの声を聞きながら作業していると、他のことを忘れて、なんと言いますか、こんなに集中できたのは初めてかもしれません。二人はベストパートナーやで。ベストパートナーだなんて、そんな。師匠、今日の私の失敗は奥様には。ああ、はるかには何も言わないよ。ああ、よかった。師匠にまた迷惑をかけたら奥様に怒られるところだった。はるかはそんなことで怒らないよ。奥様って？師匠の奥様です。おーい、みんなお疲れ様。打ち上げはうちの店で焼きそばパーティーをやろうね。奥様、お疲れ様です。今日も頑張りました。あ、焼きそば屋のはるかさん。やけ食いじゃーい。それにしても瀬戸焼きそばは美味しいな。最後までご視聴ありがとうございました。ほっこりしたよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。